昨日から凱旋されてるっていうことなんですけども、どうですか2日間やってみて。そうですね。まあ、とにかく、サンセットの党員の皆さんが、まあ、熱いというところと、あと、まあ、その熱に多分影響されてたと思うんですけれども、まあ、声をね、かけてくださる市民の皆さんとか、笑顔で手を振ってくれる皆さんとかね、たくさん反応いただいて、すごく嬉しいなというふうに思ってます。活動を始めたばかりということなんですけども、確実にも手応えがあるというような状況でしょうか。そうですね。まあ、とはいえ、まだまだ、知られてない方も多いと思いますので、まあ、できるだけ多く活動して場を作って、一人でも多くの方に、ね、伝えていきたいというふうに思います。わかりました。ですね、今日、かなり寒い中での演説なんですけども、その辺も非常に、まあ、精力的に活動されていますね、やっぱり。ずっとですね、もう、ご期間の中とか、猛暑の中とか、ずっと取材とかしてましたし、あと中継とかやってたので、マイナス6度とかの中継とかやってたんだよ。はい。もうこれぐらいはへっちゃらと。今日はいい天気でしたか？今日はいい。ないそうですね、今日はいいよ。雪も降ってないし、はい、快適でした、はい。はい。もうその辺もあれですね、しっかりそのご経験を生かされて、もうやってるということで、もう、市民、の期待も大きいんじゃないかという気がいたしますね。この街頭の手応えからしても。いや、どうでしょうね。はい。まあ、とにかく、初めてのことだらけですので、はい。一つ一つ丁寧に、学びながら、うん。一つ一つ工夫しながらやっていきたいと思います。はい。ありがとうございました。全国の参政党の皆さんに何かメッセージをお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。もう SNS ですね。各地で活動してらっしゃる皆様、そして思いを発信してらっしゃる皆様の様子を、もう毎日、毎朝、毎晩ですね、目にして、すごく勇気とやる気と元気をね、いただいております。各地で頑張ってるんだなっていうところが、私自身のパワーにもなってますので、どんどんパワー倍増して、私自身も青森から頑張っていきます。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。